下もつけてるんですか今日は。こう下もはい。あ、つけてるんですよ。つけてるんですか。僕も下もつけてるんですかって聞いたら、ええ、つけてるんですけど、これいいのかな。だけかなりあのベージュでね、なんていうのか、体にフィッチした感じ、全く。あ、これ今ピンクですから、ええ、あ、いいのかな。別に構わない。ベージュだとね、ええ、肌の色と同じだから、普通にだからこの上にシャツかなんか着てデートなんかすると、ええ、男性はつけてないと思うんじゃないかな。ああ、なるほどなるほど。で、わざと例えば白いシャツを着て中の筋肉を見せるとか、6色あるんだっけ。6色。それに色を見せるっていう着方もあるよね。なるほどね。だからベージュだとほとんど分かんない。今日ベージュなんですか、下。下あの履いてきたのでベージュで、でいつもベージュとあとネイビーと。いろんな色使ってるんですけど、ちょっとちょこっと見せますか、ベージュ。ちょこっとだけいいみたいな。ちょこっといいよ。ベージュだから別にこういうのだっていろんな色があるし。分かった、俺が見せるよ。俺は下履いてないでしょ、この。いや、そりゃそうですよ。思ってませんよ、履いてるとは。だからね、すごいね、なんて言うんだろう、ちょっと、まあ、ドキッとするって言うとおかしいけど、あ、見たんですか。チラッと上の方でこんな色だっての見せて、下も履いてんだって。あ、そう、一応だから花なんてモデルだからやっぱ履かないと話にならないから、まあ俺が履いてもしょうがないから。下の方の履き心地はどうなんですか。下も本当になんというか、とても上と一緒で履き心地がすごくいいですし、響きにくい感じになっているので、ラインが見えないよね。そうです、そうです。そういう意味だね。スキニーのパンツとか履いても全然全くラインが出なくて響かない。何のパンツ話は合うかも。つけながら現場に行くって。俺がつけてその感覚言ってもね、女性の話だからね。最終的にはね、もしかしたら僕が女性に変えられちゃうかもわかんない、ある意味ね。そういう意味ではね、野郎じゃジジイじゃダメだ。どうなのか今後の展開は分かりませんけども、とりあえずこういう仕事をやらせてもらったのはちょっと嬉しいですね。どうですか高田さん、初めてですよ、お仕事したの。実は以前あるんですか。はい、テレビ番組で、あの高田さんがスタジオにいらっしゃって、私が VTR でレポートをするお仕事では共演しているんですけれども、実際にお会いするのが今回初めてだったので。あ、そう、これ何の番組。これ言って大丈夫。いや、分かんないけど、テレビ東京のネオスポーツという番組で。あ、ネオスポーツの時に、あの生で出させてもらった時。そうです、私は VTR で。あ、そうですか。でも今回あのお会いするの初めてだったので。あの時のね。そうだよ、全然覚えてないよ。VTR やってたもんね。そうですか。いやいや、すごい人のこと今初めて聞きました。初めて見ました。そういう意味ではお会いしたら初めて。はい、お会いしたのは初めてです。どうぞ一緒にお仕事してみて。非常にいい方だと思いました。俺に聞いてる、中田さんに聞いてる。ただちょっと日本人離れしたスタイルでね。僕はなんか現場ではなんか来てたよね。まあ、これ来てたけど。これじゃないですか。これですよ、彼女。いや、これ僕はこれ来てたけど、彼女なんか来てたよね。ね、そうです、長いパンツに、あの普通にスリムの。その時は分かんなかったから、そのスタイル的には。はいはい、今日見たら170いくつある、2とかって言うでしょ。はい、でヒール履いちゃうと俺より高かった。そういう意味ではこういう感じでも似合うよね。本当に似合います。ありがとうございます。ね、もう足も長いしね。本当このまま出かけても大丈夫な感じですよ。これはどうなの。俺はそれ、まあ、俺はいいと思ってんだけども、本人はどう思うかね。どうですか、全然デートの時にこれ。いや、全然いいじゃない、全然いいです。そうですか、飯食ってる気しないんじゃないですか。ね、ちょっとどうなの。まあでも夏はね、これがね、夏は別に関係ないからですよね。もう最近だと日本でほとんどもう上半身裸の人が多いでしょ。まだそういう時代にはなってない。いつの時代ですか。いつのそんな時代ないよね。縄文時代とかだよ。縄文時代裸かんですよね。だから今もテレビなんかも大変ですよね。バストなんかも出せないでしょ。そうだね、まあ、お尻も最近出せないですもん。なかなか厳しいですよ。ああ、ましては前なんか絶対出せない。出せないよ、それは昔からです。昔からです。それは昔からです。いろんなも制約もあるしね。ただ街中はこの子通りってても別に、いや全然大丈夫ですよね。大丈夫だよね、俺は大丈夫だと思う。デートの時つけていくとか。あ、全然いいと思います、ご自身で。はい、
ただデートの時にこれで来られたら相当挑戦的ですよ。確かにね、うん、あこのまんまですか。そのまんま、このまんま行かない。ちょっと洋服はできれば上に行きたい。これちょっと男のドキッとしちゃうね。本当ですね。まあということで、なんか他にも高田さん、まあ、こういった逆に高田さんが着るようなお仕事、実際来たらお受けになる予定なんですか。これ、ええ、お着てくれって僕来ますよ。全然別に取ったことないですよ。男性用がもしかしたら、まあ、女性ですけど、もしかしたら男性用。あ、男性用が出たら、男性用がないよね。ないでしょ。男性用出たら来ますよ。来ますよ。別にこれ来たっていい。別にこれ来て、あのプライベートじゃなくて仕事でない。さすがにこれの上に来て、プライベートじゃちょっとシャツ脱いだ時にね、危ないじゃないですか。さすがに俺もプライベートで着るとなるとちょっとね、仕事だったらいくらでも着ますよ。株ローンが何しよう、何でも構いません。あと2年でまあ70歳だと思うんですけども、はいはい、そういったなんか脱ぐお仕事っていうのはいつぐらいまで続けていけるんですか。とりあえずね、ベージュの言い合いまでやろうかなと思う。で多分ね、もう90過ぎるとね、街中全裸で歩いても警察の方は何もやらない。大丈夫、大丈夫、無事にしたらしょうがないからダメですよ。どうですか。だから全裸で歩いてもあーどうもこんばんはって適当なことばかしか本当にダメか。ダメだ、ダメですよ。ダメだ、ダメだ、ね、時代的にはそれはちょっとまずいですけどね。まあ、どうなんだろう、まあ需要があればね。ただ体がどんどん朽ち果てていくからね、あんまりみっともないのがね。でこれで意外と体がいいと、裸になるとなんかね、いい体を見せる風に思われちゃう。あ、だからちょっと朽ち果てた肉体じゃないと話題に持っていけないね。これがすごいいい体でしょっちゅう裸になってたらね、なんで自分の体自慢するみたいなってことになっちゃうから。あ、だから前もあまり出さないようにしたけど、なんかしょっちゅう出してるとなんか自慢してるみたいで嫌だなっていう。実際は鍛えてるでしょ。うん、鍛えてるんです。ゴムのね、トンカチでいつも叩いてる。やっぱ冷水引っ掛けたりとかね。そうです。はい、でも本当に着心地がとても良くて、つけているのを忘れてしまうぐらいのとても、楽な素晴らしいブラジャーが出来上がりました。スロギーゼロフィール、ぜひたくさんの女性の方にお試しいただきたいです。よろしくお願いします。じゃあ、ということで、こうなったら男女問いません。ぜひスロギーをガツンとかましてやってください。よろしくお願いいたします。